どうも皆さん、マシです。ということで、ガクマス水着ガチャ第2弾ということで、みんなのお姉さんリナミちゃんがね、水着限定で登場しましたので、まあ、今回も前回同様、最大100連で今回の水着限定のリナミちゃんとか、まあ、あとサポートカードとかもね、狙っていこうかなと思います。それでは最初の10連目スタート。まあ、前回はね、割とスッと出てきてくれたんですけれども、逆に今回はね、なかなか、あ、終わろっかな。もうガクマスのガチャの仕様を知らない人に説明すると、今のがもう水着限定リナミちゃんの確定演出、多分知らなくても見たらなんとなく多分わかると思うんですけど、あれが出たらもう 100%、まあ、限定のリナミちゃんが出るという。すごっ、思い切ってマグニチュード10ぐらいあったよ今。いや、眼福性能もかなり強かったからね、国民的アイドルが使えてたよ。まあ、まだ残ってますからね、その辺狙っていきましょう。あと90連引けますから、90連あれば、まあ、SSR サポートカードはちょっと1枚ぐらいの手に入ってくれるんじゃないかなと思うんですけれども、さあこっから昇格してくれるか。さあ昇格はない、ただ SR が、うわグロ画像。さあ30連目ですね。まあ、結構ね、初手が大事なんでね、ここがね。さあ黄色はいいよ、初手黄色、あい、来ました、これね。さあこっからまた一演出、まあ、リナミちゃんは出てないので、まあ、おそらく SSR アイドル、まあ、ピックアップ外のアイドルかサポートカード。さあ SSR は1回だけ、3年目ね。さあここで来てくれるか、アイドルか、しかもリナミちゃん、ここでリナミちゃん出る、初期の。どうせ出るんだったら水着が良かった。これで多分ね、初期リナミちゃん2突目できるんじゃないですかね。さあ40連目いきましょう。初手黄色はでかいよ。さあ、あ、 BGM よし、これ。さあ来ましたよ。さあこっからリナミちゃん演出は来ない、ただ OK。 狙ってるのはね、今回の SSR サポートカードですから、 SSR 枠は1つだけ。まあね、性能的にはね、まあちょっとどうかなっていうところはあるんですけど、まあイラストでね、やっぱり、あー、なるほど、初期の花見咲ちゃんね。まあ、このね、イラストでもわかるんですけどね、腹筋バキバキなんですよ。で、水着でもすごかったからバッキバキ。さあ続いて50連目に参りましょう。はい、来ました、確定ですね、ありがとうございます。もうこれ何度目の正直かな、もう出てきてもいいんじゃないですか、水着 SSR サポートカードね。手まりちゃんの太も、あ、ごめんなさい、あのイラストがやっぱり欲しいから。さあSSR 枠は1枚だけですが、まあ全然可能性はありますね。一応ね、ピックアップの SSR サポートカード確率 1% なんで、まあ、結構出やすくなっているはずなんですけれども、あー、これか。ただね、このサポートカードは持ってはないんですよ。持ってはないんだけど、ちょっと使わないかもなって感じだね。でもいい調子だよね。さあここはどうだ、初手が黄色はいいよ、黄色から来ると。さあ来ました、 SSR サポートカードが来てくれるかという。おーい、またかい。あ、でもこれで一つできるからな、それはそれで全然ありか。いや、早く育成したい、早くこの夏のビッグウェブに乗るりなみちゃんをライブで見てみたいな。いやーね、実はね、今回のこの新規の SSR サポートカードと、まあ、水着限定だけじゃなくて、普通にあのアナザー SSR って言って、初期の、まあ、SSR のキャラクターにこう水着を着せたっていうメンバーもいるんですよ。で、基本的にはもう僕は初期のメンバーを全部持ってるから、まあ、仮に当てたとしても水着の衣装と、あとその MV しかないんで、まあ、あんまりプラスはないんだけど、今回ちょっとあの梅ちゃんだけね、ちょっと迷ってるんですよ。これはなんかなぜかわかんないんだけど、惹かれるものがある。うん、梅ちゃんの水着には。さあ90連目ですね、いいよ、初手黄色、こっから昇格してくれれば。さあ来るか、 SSR サポートカード。さあここからまだあるよ、まだ、あー、そっか。さあラスト100連目参りましょう。さあここの初手がね、一番最初が大事。いや、白か、白は厳しいぞ、こっから黄色から虹になってくれるか。いやー、でもまだね、昇格してるチャンスは、昇格するチャンスはあるんで、さあ3回チャンスがあるんでね、こっから来てくれるか、まあ、もし今回のね、 SSR のね、サポートカードじゃなくても、もしかしたら低確率だけど、アナザー SSR の花見梅ちゃん、もう梅ちゃんでもいい、逆に、あ、ラブコール届かず。